ロジスティック回帰はベルヌーイ分布に従う変数の統計的回帰モデルの一種である。連結関数としてロジットを使用する一般化線形モデルの一種でもある。1958年にデイビッド・コックスが発表した確率の回帰であり統計学の分類に主に使われる。医学や社会科学でもよく使われる。モデルは同じく1958年に発表された単純。 パーセプトロンと等価であるが、サイケット・ラーンなどでは、パラメータを決める最適化問題で、確率的勾配効果法を使用するものをパーセプトロンと呼び、座標効果法や純ニュートン法などを使用するものをロジスティック回帰と呼んでいる。ロジスティック回帰モデルは以下のような形式である。X が入力で、P が確率、α と β がパラメータ。ロジットイコール LN。

e イコール pr ディスプラスタイル p i イコール e イコール pr 結果のオッズの対数は説明変数際の線形関数としてモデル化されるこれを次のようにも表せる pi イコール p r イコール 11e ディスプラスタイル p i イコール p r イコールフラック 11e ハット対単純パーセプトロンの記法を使うと上記の式は 以下のようにも表現できる。1、ディスプラスタイルバルジグマ、1は、標準シグモイド関数、pi イコール1、ディスプラスタイル pi イコールバルジグマ、1パラメータの推定は、オッツ比に、重大な影響がある。性別のような日の説明変数の場合、eβ、ディスプラスタイル e トベー β は、例えば男性と女性の結果のオッツ比の推定である。推定には、 最有法を使うことが多い。このモデルの拡張として多分割りロジスティック回帰がある。複数カテゴリの従属変数や順序のある従属変数を扱うロジスティック回帰による階層分けを多項ロジットモデルと呼ぶ。社会科学分野での典型的な応用として企業の過去のデータをもとに信用リスクを推定するという用法がある。日ロジスティック回帰は ダイレクトマーケティングでよく使われ、ある提案に反応する人々を特定するのに使われる。ダイレクトマーケティングの日ロジスティック回帰モデルは、リフトチャートを使って評価される。これは、過去のメールへの反応のデータと、モデルによる予測結果を比較する。ロジスティック回帰モデルは一般化線形モデルの一種で、ある。P が予測値変数 X について、成功の確率を表すとすると、 次のように表される。p イコール eb0 b1x 1, 1 eb0 b1x ディスプラスタイル p イコールフラック e ハット b 0 b 1x 1 e ハット b 0 b 1x 代数的操作を施すと次のようになる。p1 p イコール eb0 b1x ディスプラスタイルフラック p 1 p イコール e ハット b 0 b 1x, ここで p1p, ディスプラスタイル、フラック p1p は成功のオッズである。ここで、例えば p が 2, 3となる場合であるとして計算してみると p1p イコール 2, 3, 1, 2, 3イコール 2, ディスプラスタイル、フラック p1p イコールフラックフラック 2, 3, 1, フラック 2, 3イコール 2, 従って X イコール50の時、成功の可能性は失敗の2倍である。ありがとうございます。